月間の売り上げをね、皆さんとまず一緒に見ていただきたいなと思います。実は4月1日よりまた変なイベント始めます。実は新作で5月から出る新作があって、もうはい、本日はですね、売り上げ発表していきたいなと思います。ということで、今月も相変わらず、売り上げを1円単位まで暴露していくっていう変わらずのスタイルでやっていきたいなと思います。ではですね、2024年の2月の売り上げですね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。月間の売り上げをね、皆さんとまず一緒に見ていただきたいなと思います。確か先月がね、80% 減とかで、800万とかっていう感じだったんで、まあ、本当にね、それでもまあ皆さんに買っていただいてますので、僕としてはそんなに心配はしてないんですけども、まあ、今月どうなってるか、僕あんま見てないんですけど、いかがでしたか？ちょっと落ちてますね。608万5270円ということで、600万円購入していただいて、皆さんありがとうございました。まあ、ここ最近で言うと、この1年で一番悪かった、まあ、去年の4月が500万か。なので、それについて2番目に悪かったということで、まあ、どんなブランドでもね、いい時があれば悪い時もあるって言われてます。ちなみに僕のジムのお友達で経営者の方いらっしゃって、もう50年経営してて、今はもう退職したりしないんだけど、会社なんかな、2年ええ日があったら3年ぼちぼちする日があって5年悪い日が続くねんって言ってて、なるほどなと思ったんで、まあそれの悪い時があったりとかしてもね、グッと来られる時があるってことなんで、まあ今回は仕方ないんじゃないかなと思います。でちなみに順位見てみると、順位は多分下がってるんちゃうかなと思いますけども、総合ショップランキングの10位ですね、やっぱ2月下がってますね、グッと下がってます。45位ということで、久々にトップ10からまた這い落とされました。まあ先月先々月とほんまトップ5とかトップ8とか入りってらせていただいてたんですけども、まあ、残念なことにちょっとこうやっぱ売上が落ちるとぐんと順位も落ちてくるっていうところで、まあこの辺シビアなラインなんで、まあどんな世界でもね、プロの世界ってちょっと落ちるだけでもぐってやっぱもう2軍とかに落ちていきますので、まあこのあたりは仕方ないかなと思うんですけども、あの売上を上げたりとか順位を上げるために僕運営してるわけじゃないので、まあ、最初ここが上がればもちろん嬉しいのは嬉しいんですけども、まあ皆さんにね満足していただけるようにこれからも頑張っていきたいなと思います。2月が売り上げ落ちたってこともあって、レビューもやっぱ少なめやったってこともあるんですね。まあ、例えば、関東発送やったから、雪の影響どうなるかなと思いましたけど、届いてよかったですということで、まあ、これはほんま佐川さんのおかげです。まあ、ネックレスとかも、まあ、ネットでよくある、思ってたのとは違うっていう感じでは全くなかったんでよかったですっていうお声いただいたりだとか、あとサイズ変更の迅速な対応ありがとうございましたということで、まあ、サイズもね、合わへんかったら全然言っていただければ問題ないし、最高にいい商品を譲っていただき、感謝申し上げますという、めちゃくちゃ丁寧な連絡いただいたりだとか、商品を拝見させていただき、普段使いでも違和感なく使えると感じましたということで、この手のバッグでちょうどいいものを探すのは大変難しいですということなんですけども、ボディバッグ大を喜んでいただいたりとかしてて、さっきの方ボディバッグ普通やったんですけど、そのボディバッグ普通っていうか小の方はもう廃盤になるんですよ。だから今ある分でもうなくなっちゃうっていう感じなんで、もう追加は作らなくて、次はボディバッグ大を基準に特大っていうのをもう一個作ろうかなと思ってるので、まあ大がある程度もベースなかなと思うんですけど、まあそんな感じです。白蔵さんの YouTube を見て一目惚れし即決めましたということで、来るまでは少し不安だったんですけども、思っていた以上に上質で大変満足で、色違い欲しいぐらいですということで言っていただきました。ボディバッグは実際多分結構色違いで購入していただいている方が多いということで、まあ、他にもたくさんのお声いただいて、まあ、紙ショーツなんかもね廃盤になりますので、これに関しては1円単位まで原価を出してる動画っていうのを近々公開します。ほんまに1円単位まで、仕入れがいくらで、この紐が何円で、ファスナーは何円でっていうところまで撮ってる動画があるので、それ見ていただけたらほんまに原価高いねなっていうのを分かっていただけると思いますし、まあ、僕の強みっていうのはこういうとこ隠さずに秘密主義じゃなくて、ね、オープン主義でやってるっていうところが僕の強みでありますので、ガンガン出していきたいなと。多分他のブランドさん嫌な顔されると思いますけども、気にせずにニコニコ出していこうと思ってますので楽しみにしててくださいということなんですが、実は4月1日よりまた変なイベント始めますっていうのも、何をするかというと、こちらズドン、4月1日より原価 T シャツっていうのをやりたいなと思います。テーマはですね、日本を原価で元気にするっていう T シャツなんですよ。要は原価の T シャツをそのまま原価でお届けして、まあ、元気にしていこうということで、今回はですね、まあ、日本がいろいろ震災があったっていうこともあって、まあ、原価で送るのはどうなんかっていうことで、僕のちょっと顧問弁護士の方に相談させてもらって、そういうことやりたいんやけど、その法律的に問題ないですかって話したら、まあ、それは全く問題ないと。きちんと仕入れてる値段で売れてれば問題ない。ただ仕入れてる値段と1円でも違うかったらそれはダメやから、もう必ず仕入れた値段で売りなさいっていうことで、もうそれはもともとそうするつもりやったから全然問題ないですっていうことと、あと、まあ、今回この原価 T シャツは震災で被災された方とか、被災された方へ、送るとか、そういった方に限定してるんですけども、まあ、これに関してもどこまでどう絞るんって難しくて、あくまでお客様を信じて、お客様が、そういう風に被災されたとおっしゃってるんやったらそれで送るっていうことしかないっていうのも、まあ、顧問弁護士とも喋ってる中でもそれが落ち着きどころというか着地点やなっていうところになってますので、まあ、僕は信じてますのでね、被災されたって言われたら、いや違うでしょうなんて言ったらおかしいじゃないですか。だからまあ信じてますので、そういった意味で原価 T シャツということで、まあ、これよく YouTuber さん
とか有名人さんとかもやってると思います。確かここにまあ着用してるシーンありますけど、ユナイテッドアスレの 5.6 オンスって結構使ってる人多いんですよ。例えばヒカキンさんとかも2480円でロゴ入れて出しちゃったり、あとはじめ社長さんも4000円前後で出しちゃったり、あとすする TV さんでラーメンの人も3500円出しちゃったり、メンタリスト大吾さんも3850円出しちゃったり、宮迫さんも2900円で出しちゃったり、あとファッションで言ったら大山さんとかも5700円出しちゃったりってことで、結構使ってはる方多いんですけども、まあ、僕別にロゴとかこれ入れてないので、ほんまに原価で仕入れて原価でそのまま出してるって感じなんで、特に僕の付加価値っていうのは載ってないんですけども、まあ、これはまあ一つのまあイベントというか、まあそういう日本を盛り上げようぜみたいな、原価で元気にしようぜみたいな感じになってますので、あくまで自己申告でやっていきたいなと思ってます。まあこういった面白い取り組みっていうか、日本を支えることによってね、まあ僕も洋服でちょっと関わっていきたいなと思ってますので、そういったユナイテッドアスレの 5.7 オンスっていうのをやりたいなと思ってます。まあ一般的に売られてるやつと思ってもらったら、品質がそんな高いかって言われたら正直高くはないんですけど、まあ緊急で T シャツいるとかっていう方もいらっしゃると思うので、まあそういう方にはいいんじゃないかなと思っております。ということで次ね、新作いきたいなと思うんですけども、実は新作で5月から出る新作があって、もう予約は多分4月中に始まると思うんですけど、この紳士ショーツ、紳士が履く用のショーツっていうことがあって、紳士って基本ショーツ履かへんじゃないですか。やけどその紳士が履けるショーツぐらい丈感が安心できるとか、リラックス感があるとか、やけど綺麗めに履けるっていうところをモチーフに作ってますので、そういったショーツが出てきたり、あと50年後も着たいデニムセットアップっていうのを僕必死に考えて、とある岡山にいてるパターンナーさんと手を組んだんですね。っていうのも、そのパターンナーさんっていうのがこういうデニムのヴィンテージを解体する人なんですよ。でこういう風に解体して、当時の使ってた糸とか縫製の仕方とかっていうのを、まあ、しっかりこれサインいただいておりますけども、実際これで手を組んで一緒にやりましょうと。50年前の66とかが今も履かれてるって考えたら、今作った2024年に作ったものが50年後使われてるって全然ありえるじゃないですか。だから当時の雰囲気とか縫い方、ここは真似して、ここは現代っぽくしたっていうのをミックスして、僕の現代っぽい機能性とこのパターンナーさんのクラシックが好きっていうところを掛け合わせたデニムのセットアップっていうのを作ろうっていうことで、実は昨年から動いてるんです。でファーストサンプルがそろそろ仕上がってるっていうことで、これはね正直いつできるかわからない。もう別に今年中とか思ってないし、できた時が完成って感じなんで、それぐらい長く着れるように、パターンはその有名なパターナーさんで、生地に関してはヴィトンが使ってる生地と全く同じ生地が岡山にあるので、ヴィトンの生地を引っ張っていこうと思ってますので、そこもまた楽しみにしていただければ、僕なりのこだわりと、過去のヴィンテージの糸を全く再現したやつを同じやつ使うとか、ヴィンテージと同じリベットを使うとか、そういうところを、まあ、ミックスさせようと思ってますので、楽しみにしていただけたらなと思ってます。それ以外にもサングラスですね。サングラスも今年ちょっとバージョンを変えたやつを作ろうと思ってて、もう形は全く一緒なんですけど、少し飾りとかをつけたような感じで作ろうと思ってるので、またこれもそのうち上がってくるとは思います、写真とか何かが。でそれ以外にあったらリストックですね。この今ロンティーとか半袖 T シャツとか、グレーパンツとかがおそらく旧値段で、ギリギリこの3月25日とかリストックしだしてるか、もう終わってるかっていう感じになってると思うので、多分かなり数少ないと思うので、気になる方バンバンバンと見ていただけたら嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いいたしますということで、まあ、皆さんにこう喜んでいただけるようなアイテムとか、喜んでいただけるような、ものづくりとかっていうのを、まあ、これからも頑張っていこうと思ってますので、引き続きジャパンメディアを見ていただいたりとか、あこんなことしてんねやっていうのをね、興味持っていただけたら嬉しいなと思っておりますということになってます。でまた変なことしだしたら、こっちまた変なことしだしたなっていうふうに思っていただいても、全然結構なんで、まあ、とにかく関心がないっていうのが一番辛いので、もうバカにされても何にされても、褒められても何にされても、関心があるのが一番嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。ということで本日はですね、2024年の2月の売上発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。